これはピカソのキュビズムのですね、途中のロココ、的キュビズムの時代のさっき言った、ギターとバイオリンというですね、もう抽象に限りなく、あ、そうですか、ありがとう、近づいていきます。いきますけども、ピカソはここでですね、抽象からですね、というかキュビズムそのものから背を向けるんですね、突然。新古典というものに戻るわけです。これはですね、腕を組んだカルバザ氏という絵ですね。1923年の絵です。ピカソの作品の中で世界的に有名な作品とまではいかないんですけど、ピカソのいい絵というのはなかなかね、日本で見ることができません。大阪の国立国際にある青の時代の絵と、それからこれは東京のブリヂストン美術館にある絵なんですけど、この2つぐらいだと思いますね。本当にピカソのいい作品が生で見られるのはね。1918年にですね、ピカソがオルガという人と最初の結婚をします。まあ、それまでも愛人はいっぱいいたんですけど、ちゃんと籍を入れたのは初めてで。で、まあ、オルガにですね、わかんない絵じゃなくて、オーソドックスな絵描いてって言われたから、ピカソは描いたというようなことがよく言われてますけど、そんなことはないです。それはですね、物を作ったことのない人の話ですね。それはできないですね。きっかけにはなったかもしれないけれども、自分の中に、何かこう根本的にですね、変わっていくものがなければですね、その必然がなければそんな簡単に作風は変えられないですね。で、この頃急激にピカソはオーソドックスな絵に戻っていきますね。非常にいい絵ですから、ぜひブリヂストン美術館東京八重洲にありますからね、見ていただけたらなと思います。で、もう一つ、これは母と子、海岸の母子という絵ですね。この頃ピカソはですね、ヘレニズムというかギリシャローマ文明のような、なんか人体がこう石のような重さを持った、量感を持った作品を描きます。非常にいい作品だと思います。もっとわかりやすいのはこれですね。腕を上げた女性の胸像という絵ですね。綺麗な絵ですよね。美しいです。ギリシャ彫刻をですね、見ているような、そういう感じがします。しますけれどもですね、例えばキリコのね、こう人体がこう半分こうギリシャ彫刻になったような絵とか、それからマグリットの人体が石になったような絵とか、そういうものと比べるとですね、ピカソの絵はやっぱり違うなぁと思います。すごく温かいんですね。その石のような量感を表してるんだけど、それで人間の不条理を表してるわけじゃなくてですね、何かこう人間そのものの存在の重さみたいなものを表すというかな、そういう感じがします。それからまあもう一つ、それは今から説明します。もう一つはですね、これちょっと、あれなんですけど、ピカソの出てくる人物ってなんか強いですよね。いつもなんか強い。命がこうみなぎってる、うつむいていても強いし、それからピカソの絵の、出てくる人物はですね、多くの場合が顎を上げてますね。まあこれ下向いてますけどね、子供見てるから、顎を上げてる絵が多いですね。それがまあピカソの、絵の特徴かななんていうふうに思います。で、非常にいい作品を描いてるんですね。ここでですね、ピカソがキュビスムで、そうですね、まあ得たものというのをね、もう一度考えてほしいんですね。彼は一体キュビスムで何を得たんだろうということですね。画家にとってですね、表現とそれから表現方法というのは不可分です。ほとんどね、表現したいものと表現方法というのはほとんど、分離することができない。でも違うんですよね。食べさせたいものと調理方法は違うわけです。厳密に言えば違うんですね。で、ピカソは、つまり、描きたいもののあった人なんですね。抽象表現主義はね、後の抽象表現主義というのはストイックなまでにですね、表現方法に準じた人たちのことですね。彼らは絵画が絵画として独立して、それ以外の何者も表現しないのだという、そういう絵画論ですね、それに徹底して準じようとした作家たちと言えるわけですね。で、例えばこれちょっと見てもらいますが、これはマーク・ロスコですね。
これはですね、ブルー・オレンジ・レッドという作品ですね。これがですね、抽象への道なんですね。で、しかしですね、ピカソは描きたいものがはっきりあった人なんですよ。さっきから作品を見ていればわかるようにですね、ピカソが描きたかったのは人間ですね。終生人間を描いた人です。風景もあるし、生物もあるけれども、ほとんど人間です。それも近しい人間。本当に自分の身近な人間です。例えばセザンヌはね、絵の具箱を背負ってですね、いい風景を探して歩いたんですよ。ピカソそんなことしたことないです。彼もね、風景描いてますけど、例えば自分の、アトリエのある南フランスのラ・カリフォルニーから見た風景描いてるんですね。自分の生きてる室内を描いてるんですね。他人のことなんか描いてないんですよ。絵のために絵を探してるんじゃないんですね。自分が生きて、自分が暮らしてる、その自分の身近なものしか彼は描いてないんですね。実はピカソというのはそういう人なんですね。で、彼は、調理をしたいものとね、調理方法とは別だったわけです。ではなぜキュビズムをやったのかということなんですけども、ピカソはですね、キュビズムによって、絵画の構成というものを俺が決めるのだということを手に入れたんですね。これがピカソの意味なんですね。青の時代でピカソはですね、色は俺が決めるんだということを、獲得したわけですね。そしてキュビスムで彼はですね、構図とコンポジションは俺が決めるんだ。それを彼は手に入れるんですね。構図やコンポジションをですね、絵画の都合上決めるのだというところまで行く人たちはいるんだけど、そうじゃなくてピカソは俺の都合で決めるんだというところまで行くわけですね。しかしそのことはですね、そのスタイルに準じることではないんですね。キュビスムの、もたらしたものから、絵画理論のスタイルに準じて多くの作家がいろんなものを作っていくんだけど、ピカソにとってはそれは必要のないことだったんですね。奪えればよかった。自分の手にできればよかった。次に待ってるのは俺が描きたいものなわけですね。だからですね、ピカソは限りなく抽象に近づいたけれども、このままその絵画スタイルとしての、キュビズムや抽象に、行く自分を止める必要があったわけですね。やれるだけのあらゆる実験をやったらですね、もう一度立ち止まる必要があった。だから彼は、ここでですね、本能的にかもしれませんけれども、すごくオーソドックスな絵に戻ったんだと思います。彼の中には、必然があったんだと思うんですね。この頃の絵も本当に素晴らしいですよね。ちょっともう一点ぐらい見て、もう一、二点見てもらいましょうかね。これは、オルガですね。奥さんのオルガ・ピカソを描いたもので、これは、パウロですね。坊やです。パウロ・ピカソですね。これ、アルカンの格好をしています。道化の格好ですけど、可愛いですよね。本当に素直に描いてます。絵画の山ほどある実験はどこへ行ってしまったんだろうというぐらいオーソドックスな絵を描いてますけど、こういうことができるのはですね、ピカソがその絵画技法というものに引っ張られなかった人だからですね。常に彼は自分が描きたいものというものは、微動だにしなかったということだと思うんですよね。そしてピカソはですね、シュールリアリズムに行くわけですね。で、このシュールリアリズムでですね、ピカソは、創造、フォルムの自由を手に入れます。そうですね。フォルムの自由、つまり想像で描いていい、現実からの遊離、そういう自由をですね、シュールでピカソは手に入れていくわけですね。これがピカソの最後の挑戦になると僕は思うわけですね。
これはどちらもピカソの、あのシュールの時代の作品で、片方が浜辺のラフ、片方がアームチェアに座ったラフという絵ですね。どちらもいい絵です。岡本太郎さんがね、ピカソの影響下に、作家人生を送った人だと僕は思ってます。で、まあ別に岡本さんをですね、あの、なんていうか下げすんで言ってるわけじゃなくて、多くの作家がそうなんですけど、この辺を見るとですね、ピカソの影響がいかにあったかよくわかると思います。で、この海辺のラフなんかね、面白いですよね。これ、真ん中に猫の顔みたいに見えるじゃないですか。で、この目つぶってるのはね、つぶってる目のところは多分女性のおっぱいだと思うんですよね。で、おへそがあって、みたいになってるのと思うんですね。非常にユーモラスですね。こういう、笑いを誘うような絵もピカソは描きます。で、このシュールの絵ですね、すごく量感があってですね、重くて面白い、いい絵だと思うんですけども、そこでですね、しかし他のシュールとですね、すごくピカソの絵って違うんですよね。そこでちょっと他の作家の、代表的なシュールリアストの絵を、ザクザクっと見ていただきたいと思います。これはですね、マグリットのピレネーの城ですね。で、次に出てくるのが、これですね、ポール・デルボーのポンペイという絵です。そして、その次がですね、キリコの時のエニグマ、時の謎という絵ですね。それから次はですね、まあ、キリコの回でも出てきたんですけども、ダリの煮豆と柔らかい構造という絵が今出てきます。はい、ですね。で、これらのですね、ちょっともう一度、ピカソの絵を比べると、なんかものすごく違うと思うんですよね。で、この違いは何なのかということをですね、僕は皆さんにどう言葉で説明するかなと思って考えたんですけど、ピカソの作品はですね、物語がないんですよね。もっと言えば、二人称なんですよ。君を描いてる。対象にはるかに感情が近いんですね。この頃ですね、ピカソは、後に出てきますけど、マリー・テレーズ・ワルテルという愛人ができて、オルガとうまくいってないんですね。で、この人物がですね、オルガなのか、それともマリー・テレーズ・ワルテルなのか知りませんけれども、ともかく家庭内は不和です。で、その家庭内不和でですね、なんかややこしい関係になってしまったピカソのですね、なんか重い空気がこの絵の中に、満ちてるんですね。ピカソという人はそういう絵を描く人なんですよ。で、さっきの絵描きたちというのはですね、まあ、いろいろあるけれども、シュールリアリスムに最後まで残った、運動に残ったかどうか知らないけど、シュールリアリスムというスタイルを最後まで取り続けた代表的な作家たちですね。ダリ、キリコ、マルグリット、デルボーですね。で、彼らの絵に共通することはですね、形而上学的絵画ということです。シュールリアリスムの絵画というのは、キリコが始めた形而上学的絵画から始まるという話をキリコの時にしましたけども、で、ピカソほどですね、形而上学的な世界と遠い人はいないんですね。彼はいつも形而下です。ピカソの絵の中に出てくるのはですね、自分の恋人であったり、愛人であったり、妻であったり、子供であったりするわけですね。自分の近しい、つまり自分の子供がなんて可愛いんだろう。それから、まあ、近しい人が、カサヘマスが死んだ、その辛さ。それから自分の身近な貧しい人々が、たくましく生きている姿。自分の愛する人がなんて可愛いんだろう、愛人が怒ってる、ああ嫌な空気だな、なんか家に居づらいな、いつもピカソはそういう絵を描いてきたんですね。形而上絵画とはおよそ縁もゆかりもない
人です。刑事課バリバリの人ですね。でもちろんそのダリア・デルボーだってね、自分というものがどっかにあるからああいう絵を描くんだけれども、しかし彼らの絵はですね、三人称なんですね。やっぱりこう作られた物語になっているわけですね。だけどピカソの絵はそうではない、自分と自分の身近な関係というものがストレートに描かれているというところがね、他のシュルリアリストと違うところで、だからピカソはですね、シュルリアリスムにね、とどまることができるわけがなかったんですね。1925年のね、パリのピエール・ガローというところで開かれた第1回シュルリアリスム展に出て、出してですね、その後しばらく継続してやりますけど、離れていきます。でも、このシュールでピカソはですね、また一つ得たわけですね。さっきも言ったように、ピカソは青の時代で、色を、自分で決める自由を、キューブの時代で構成と空間を自分で決める自由を、それからシュールリアリズムの時代で、フォルムと発想の自由ですね、を得た。ピカソのね、スタイルの変遷というのがよく言われるんですけど、なぜあんなに変わったのかを、説明できる、してる人がほとんどいないんですよね。でも明瞭です。ピカソはですね、芸術の歴史の中から、自分が主導権を奪い取るための戦いを半生かけてやった人なんですよ。現実の繁栄としての色ではない。俺が気分で決めるんだ。現実の何かを伝えるための空間でもなければ、絵画の構成要素の空間でもなくて、俺が自分で決める、構図は決めるんだ。俺が俺の好きなように構図は作らせてもらうんだ。西欧絵画のね、歴史の中から彼はですね、自由を奪っていく戦いを半生かけてしたんですね。それがピカソの、芸術のですね、スタイルの変遷の歴史なんですよ。ピカソの半生というのはヨーロッパ美術から自由を勝ち取るための戦いの時間だったというふうに言っていいと思います。彼はすごく長い人生を送るので、道半ばみたいに見えますけど、普通の人だったらほぼ一生をかけてですね、彼はぐらいの時間をかけて彼はそれを成し遂げるわけですね。この天才にしてもですね、それだけの時間がかかるほど西欧絵画の伝統というのは重かったということだとも思います。そして彼は、全てを手に入れるわけですね。色と構成とフォルムと、絵画を構成する、具象絵画を構成する、根本要素を全部自分のものにする。歴史から奪い取るわけですね。それがピカソの、なんていうのかな、ものすごいですね、スタイルの変遷の理由であって、ここでピカソのスタイルの変遷は終わるんですね。そして最後の時代に入ります。これが、ゲルニカの時代、またはマリー・テレーズ・ワルテルの時代と呼ばれる時代です。で、この後ですね、ピカソは専門家のカテゴリー分けではですね、まだいくつもこう時代があるんですよね。でもそれはいいと思います。根本的にもう変わらないです。バリエーションはね、いろいろに動いていきますから、そういう意味では変わるけども、大きな、根本変化ということはしないですね。だからここでピカソは、自分の好きなように描くという自由を得たんだというふうに、まあ、見ていいんじゃないかなと思います。だからこれがピカソの最後の時代というふうに、まあ、大雑把に言えばそう考えていいんだろうなと思います。で、マリー・テレーズ・ワルテルの時代の、絵を、見せたいと思います。これが、ピカソの愛人だったマリー・テレーズ・ワルテルですね。全ての自由を得たピカソが描いた絵です。で、マリー・テレーズ・ワルテルをね、確かね、僕の記憶では間違ってるかもしれないですけど、ちょっと調べ損ねたんですが、ピカソがね、
パリのサマリタンの前でね、ナンパするんですよ。で、その頃、まあ、マリー・テレーズ・ワルトは19歳だったと思うんですけどね。で、ピカソはもう世界的な巨匠なんですけど、で、そのナンパするときにね、ピカソは、僕、ピカソだけど知ってますって聞くんですよね。で、マリー・テレーズ・ワルトは知らないんですよ。アートとかそんな興味ない、普通の、女学生さんで。で、ピカソは、僕こういう絵描きなんだって言って、その時見せたのがね、日本で開かれた、ピカソ展のカタログだったっていうのは結構面白い話でね。で、二人とも日本語読めないのに、どういうふうにそれでピカソを証明したかよくわからないですけど。で、この絵をね、見てもらうと、この絵は僕はすごく好きな絵ですね。ピカソの絵の中でも、指折り好きな絵の一つなんですけど、本当にね、まあ、マリー・テレーズ・ワルテルという人は、まあ、ピカソのあまたいる愛人奥さんの中でもね、非常に家庭的な人です。で、まあ、フランスのですね、家庭的な、女性、柔らかい女性のですね、そして美人だなということが絵からすぐわかりますね。確かに顔もですね、リアルに描いてないんだけれど、あ、綺麗な、人なんだなということが絵からわかる。で、こう白い花飾り、なんていうかな、ティアラみたいなのをつけていてね。で、とても、なんかフェミナンなですね。まあ、その後、フランソワーズ・ジローとかね、そういうちょっとうるさ型の女ともピカソ付き合いますけど、そういう人じゃない、こう、柔らかい人だなということがこの絵から伝わってきます。同時にですね、ピカソがそのマリー・テレーズ・ワルテルをいかに、うっとりと眺めているのかというのもこの絵から伝わってくるわけですね。僕にはそう見えます。で、非常にこの頃のピカソの絵というのはいいですね。次もですね、ワルテルの絵なんですけど、同じように花飾りの絵で、よりデフォルメされてますけども、それでもね、これ見るとね、美人だなっていうのがね、分かってもらえるんじゃないかと思うんですよね。とても綺麗な人だ。顔が斜めになっててね、まあ、正面と横顔なんだけれども、それでもね、あ、この人綺麗な人なんだなっていうことと、ワルテルの性格というものもね、穏やかで、という性格もですね、すぐに見て取れますよね。これがピカソの絵なんですね。で、このワルテル、つまりゲルニカの時期ですね、これがピカソの、僕は最盛期になると思います。しばらくこの時期が続くんですけど、50代から60ぐらいまでですね、その頃がピカソの、最盛期で、まあその後いろいろバリエーションありますけど、やっぱり少しテンション落ちていくかなとは思います。この頃が最もいいかなと思いますね。で、ちなみに、マリー・テレーズ・ワルテルは実際はどんな人顔の人だったか、ピカソがですね、描いたデッサンがあります。はい、これが、ピカソが描いたマリー・テレーズ・ワルテルのデッサンですね。美人さんだなと思いますね。柔らかい感じの人ですよね。この後ですね、ピカソはいろんなスタイルを通っていきますけれども、まあこれ、見たい。ここを頂点としてですね、ピカソスタイルというのが出来上がる。これね、すごく面白いなと思うのはですね、革命に次ぐ革命をやってきた挙句はこれかという感じです。この今こう見えてるね、絵を見てもらってわかるように、これも、まあ、当時はね、革命的だったんでしょう。でもね、やっぱり見てるとですね、その画面に、絵画理論とかね、空間の把握の仕方とかね、それからその色彩の独立とかね、もうそんなもんどっか飛んでますよね。ピカソがこう見たいから描いてる。ピカソがこう思ってるから描いてる。なんかそれだけだなというふうに思うわけです。で、ピカソ自身がこういうことを言ってるんですね。見えるように描くんではない、見たように描くんだ。これはピカソの有名な言葉です。すごくよくわかる気がしますね。世界がこう見えるというように、あるいはこう見えるはずだというように書くんじゃない。僕が僕の見たように、つまり僕の思ったように書くんだ。だからこの時代、先端芸術の、カットエイジのトップランナーであるピカソがですね、平気でこういうオーソドックスなデッサンもするわけですよね。ここには何の気負いもないし、前衛芸術家としてのですね、ピカソももういないんですね。
好きなように描いてるピカソがいるだけです。だからこそですね、素晴らしくピカソの、心が見える絵だなというふうに思うわけですね。綺麗ですね。そこでですね、近代とは何かという、ピカソは僕らに何を残したのか、近代とは何なのかっていうと、近代というのはこの時代ですね。人間存在というものを神様が担保して、西洋の話ですよね、神様が担保していた時代が終わったわけですね。人間一人一人が、その例えば所属とか性別とか立場とか社会で成したこととか階級とか全部取り払って、全部なくなって、そしてその一人一人が個に戻った時に、そのあなたは、かけがえのないあなたなんだと、それが人間の価値なんだというね、そういう思想がですね、近代思想の根幹です。その思想のもとにですね、例えば今日で言えば人権思想とか、それから平等とかいうような思想があるわけですね。でこれは実は、僕は宗教だと思ってます。信仰だと思ってる。なぜならば、何の根拠もないからです。人間は何者でもなく、何者であるかの前に、あなたがあなたであることだけで価値があるという証拠はどこにもないわけですね。何の説明もできないことを信じるのは宗教というんですよ。だから神様が人間を作ったというのと、人間は人間だけで価値があるのというのは同じぐらいですね、無根拠な宗教です。まあ僕はそう思うんですね。でも人類はですね、この信仰にかけたんですね。で、これが近代というものだと僕は思うんですね。そして、まあ、信仰というものはですね、しばしば美しいものと汚いものと両方を生み出すわけですね。キリスト教もですね、様々などうしようもないものをいっぱい生み出して、社会に迷惑かけまくったけれど、同時に非常に美しい花もいっぱい咲かせて、社会にいろんなもの、いろんな良きものも残したわけですね。今ヨーロッパに関して言えばですよ。で、同じようにですね、この近代思想というものも、負の面と、正の面があるわけですよね。で、その両方がある。で、その正の面の、はい、話をするわけですけど、その正の面をですね、人類は、信じた時代があったわけですね。で、その、信じた時代のエネルギーというのが近代社会を作ってきた、近代から現代を作ってきたわけです。ヘミングウェイはですね、世界は戦うだけの価値があると言いました。ウィリアム・フォークナーは、ノーベル賞受賞式でですね、人間の終焉を信じないという有名な、演説をしました。どれもですね、その思想のもとに咲いた花なんですね。ちょっと難しい話になるんですけれども、自分の外側にですね、なんていうか絶対的な価値のあるものはない社会、つまり自分のマインドというものがですね、最も価値があるというところから始まる社会、そういう考え方のもとにあるときにですね、表現者というものはですね、目指すものが自分の外側にない場合ですね、表現者と、すべての表現者というものは、鏡を見るようにですね、自分のマインドを見つめるしかないんですね。そしてそれを表現する、つまり自画像のようにものを描いていくしかないわけです。そしてそれこそがですね、自己表現ということなわけですね。マルローがですね、パブロ・ピカソについて言った有名な言葉があります。まあ今日あえてアビニオンの娘たちもゲルニカもね、こう画像に出さなかったことに気づいた方があるかなと思うんですけど、アンドレ・マルローはピカソについてですね、彼の最高傑作は彼のカタログ・レゾネだと言いました。で、僕はピカソ論でこれほど正確を言った、評論はないと思う、言葉はないと思っています。カタログレゾネというのはフランス語で全作品図録のことを言います。ピカソの中にはですね、一点の傑作があるんじゃないんですね。彼の人生そのものが一つの作品、
ピカソはですね、だと言えると思います。ピカソは、油絵だけで1万点の作品を生涯残した人です。彫刻、陶器、デッサン、水彩等を含めればですね、もうその数はわからない。人類史上最も作品を描いた人ですね。で、この油絵だけに限定してもですね、ピカソの人生93年長いですけれども、20歳から本格的に描いたと仮に仮定してですね、ほぼ2日に1点の割で油絵を仕上げないと、そうならないんですね。これは驚異的なことですね。普通の人間できる技ではないです。病院に入院してる日もあるし、旅行してる日もあるでしょうしね、結婚式もあれば葬式もあるでしょう。それでも2日に1点のペースで、タブローを仕上げていった人なんですね。つまりピカソは描くことと生きることは一緒だったんですよね。息をするように描いた。人を愛するように憎むように、そして自分が生きてることと同じように絵を描いた人ですね。で、それこそが自己表現というものの究極だと僕は思うわけですね。片時も描くことをやめずにですね、93年の長い人生を悲しかった、嬉しかった、彼女が怒った、子供が可愛い、なんて不愉快なやつなんだ、自分ですね、いつもいつも自分の心というものをカンバスに叩きつけて、そして93年の人生をカンバスとともに失踪した人ですね。だからピカソの最高傑作というのはそのピカソの93年の人生そのものです。自己を表現するということは自分のマインドを伝えるということは当たり前の権利だとみんな思っている。それはそうではなかったんですね。ピカソの半生にわたるですね、苦闘の末に彼が獲得したものなわけです。人間のね、芸術の歴史、文化の歴史というのは、実は、いつもそんなに華やかなわけじゃないですね。人類史を見てもですね、例えばルネッサンスのように華やかな時代というのは、そうそうあるものじゃないと思うわけです。で、この19世紀から20世紀のですね、この一つの世界観の中で、人々が人間を信じですね、人間というものの存在を歌い上げた。その一つの思想史がですね、人類史上に大輪の花を生んだと僕は思うんですね。で、これは100年、200年、300年経った後代に見たときにですね、ルネサンスと同じように非常に大きな人類史上に咲いたですね、大きな花だと思います。そしてその何世紀経ったとしても、その20世紀というものを振り返ったときにですね、その大輪の花を咲かせた数々の芸術家たちの中で、ひときわ燦然と輝いているのは間違いなくピカソだろうと僕は思うわけですね。以上です。あ、長かった。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。どのぐらいかかったの ?2 時間 ?2 時間ですね。お疲れ様でした。見ていただいた皆さんこそ拍手です。